どういうところがもう決定的に他のマシンと違うのかと注意するべきなのか。はい、はい、まあ注意するところというのは、まあ、誰が乗っても速い車、特にその乗り方に気をつけなければいけないところはないんですけれども、まあ、腕は踏んだだけ速度は出ますので、まあ、その辺で、フル電子制御 で車のシステムで全て安全性は管理されているんですけれども、まあ、限界を超えなければ非常に安全性の高い車じゃないかなと思います。ああなるほど、元がクーペなだけに安全性は高い位置でキープされていると、担保されていると。はい、はい、それはもう車体の剛性しかりということで。そうですね、サスペンション、エンジン、まあ、トータル的に、まあ、高速域でも安定した走りが可能だと思います。それはすでに実証済みということですね。はい、はい。